ビジネスの現場でもウルトラマンは大モテのようです。おや、懐かしい CM。 考えてみると今回のウルトラマンブームの始まりはこの頃から。なぜウルトラマンだったのか、仕掛け人のお話を聞いてみましょう。非常に自分でもその思い入れっていうか、好きなヒーローですよね。数少ない、日本の中での数少ないヒーローじゃないかなと思いますよね。そんなこともあって、コマーシャルにはいつか、そういう僕たちの世代が、コマーシャルを作る世代が来たら、イニシアチブを取れる世代が、時期が来たら、やっぱり使ってみたいなという、何かで使ってみたいなというのは思ってましたね。ウルトラマンは戦後の日本にひときわ輝くヒーロー。昭和41年夏に誕生して以来、数えきれないほどの子供たちを熱狂させてきました。地球の平和を守るため、必殺のスペシウム光線を武器に戦い続けるウルトラマン。怪獣たちとの戦闘シーンは我々大人たちにもしっかりと焼き付いています。身長40メートル、飛行速度マッハ5というこのヒーローは、なぜ時を超えてパワーを持ち続けることができるんでしょうか。かっこいいなんて思いながら、もう20年前私もウルトラマン部長になってみました。お父さんお母さんやっぱり忙しいですから、子供はテレビたくさん見てますけど、子供はたくさんの種類のヒーローの名前とか怪人とかの名前言えるんですけど、お父さんたちがその質問に答えられないと。だけどウルトラマンとウルトラセブンに関して言えば、自分も見たし、怪人の名前ぐらいなら大体半分っていうか、有名なやつでも知ってると。で、勝ったとか負けたぐらいも知ってるし、でカラータイマーのこととかも知ってるので、で答えられるという点でですね、親子のコミュニケーションができるということがあると思います。でもう一つはですね、ビデオの普及率が上がってまして、ビデオのレンタル屋に行けばウルトラマンのビデオは必ず置いてあると。で借りて帰るとやっぱり子供たちには何度も見ちゃいますん でそれでやっぱりブームが来たんじゃないかなという、やっぱりビデオの普及率の貢献が大というところだと思います。昭和41年夏、初めて私たちの前に姿を現したウルトラマン。それから20年以上、ウルトラマンはたくさんの仲間と数多くの怪獣、そして膨大な量の商品を生み出しながら生き続けてきたのです。まさに不滅のヒーロー、それがウルトラマンなのです。若者たちの街吉祥寺、そこにウルトラマンマニアの集まる3つのショップを発見。その1、ガレージキットと呼ばれるマニア向けの模型。そのショップにも最近のヒーローやメカモノに混じってウルトラマンもありました。これはなんと実際に頭にかぶれるマスク。そしてリアルな怪獣たちも並んでいます。最近は当社も、このようにソフトビニールでオリジナルのキットを発売させていただくことになりまして、従来の我々のガレージキットという、やはりそれはそのウルトラマンのマスクに見られるように非常に得意なその顔をしているわけですけども、見ようによってはその悲しそうに見えたり、嬉しそうに見えたり、微笑んでいたり、いわゆる一種 その大仏さんみたいな、その日本人から見るとそういうその部分があるわけですね。大変をやりたいんです。これがその実現できればもう本当にウルトラマンは日本が生んだ世界のスーパースターといいますか、永遠のヒーローになれるんじゃないかな。これを今から10年以内に実は実現したいなと思って今構想になってます。ウルトラマンの現代での活躍ぶりを見てまいりました。しかし依然としてどうして今ウルトラマンなのかということが見えてきません。そこで
ウルトラマンのことなら何でもご存知の竹内宏さんに今日お越しいただきました。よろしくお願いいたします。ウルトラマン、私が最初に出会ったのは多分小学校の低学年の頃だったと思うんですけれども、はい、香港に父の転勤で行っておりまして、で日本に帰ってきて、でテレビつけたらもういろいろ面白いテレビがあるんですね。それでその中でも特になんかよく見た記憶があります。でこうなんかセクシーなんですね、ウルトラマンって。竹内さんはどんなところから最初の出会いがありますか？